レスター・アール・ブラウンは、アメリカ合衆国の思想家、環境活動家、ニュージャージー州生まれ、地球環境について20冊以上の著作があり、彼の著作は40以上の言語に翻訳されている、ワールドウォッチ研究所を設立した。また、ワシントン DC にある、ヒエーリー研究所である、アースポリシー研究所の設立者でもあり、その所長も務めている。 彼の非常によく知られている著作に、プラン B2.0 エコエコノミーを目指してがある。彼は40の名誉学位と、マッカーサー研究所学金、その他数多くの賞を受賞した。日本では、朝日ガラス財団からのブループラネット賞や、2006年に、一橋大学から名誉博士号を授与されている。ワシントンポスト市には、 世界で最も影響力のある思想家の一人と評された。ありがとうございます。